エマエリのおうちです。谷岡エマです。谷岡エリです。24歳です。5月5日です。モデル女優をさせていただいてます。京都です。エマ、エリ、お姉ちゃんと、あとお父さんとお母さん、5人家族です。 A 型です。ビビンバ、マグロビビンバとマグロです。マグロです。はい。パセリ、あ、一緒や。麻婆豆腐、あ、そうだ、麻婆豆腐です。はい。あ、私んちです。私はケミオくんの YouTube、 感覚ピエロさんの共犯と、あと感染源です。私は感覚ピエロさんの共犯聞いてます。ハムスターのボールです。私はスライのトップスです。私は今こんな感じです。赤いネイルとキラキラ美容です。アロマとか夜寝る前に炊いたりしています。私はヨガです。なんかちょっと抜けてる感じが好きです。うーん、めっちゃ優しい系が好きです。せーの、チェーン。あ、チェーンつけてる人、財布にチェーンつけてる人です。ちょっとチャラチャラとしてる人かな。ニキビが治って嬉しかったです。私は肌が綺麗と見てもらえて嬉しかったです。いっぱいある。昨日エリお風呂沸かしてくれなかったことです。エマがトイレットペーパーの芯変えてくれなかったことです。自炊毎日してます。交互にしてます、うん、私ジブリのナウシカです。私はジブリの魔女の宅急便、吉本バナナさんの本です。私は引き寄せ法則と言霊っていうやつです。黄色、紫、喫茶店、原宿が多い気がする。好きによって全然違うんですけど、でも今月2万円ぐらいかな。一緒です。どっちも、犬も猫も好きです。どっちも好き。花ってそんな選べません。せーの、モルディブ。あ、モルディブせーの、イタリア。違うやん、はい、フランスです。イタリアです。美容、うん、オイルとか絶対持っていきます。ケミオくんです。私もケミオくんチェックしてます。今日はエリとお揃いの、実はこれ色違いのワンピースです。 KBF です。 KBF で買いました。バイアってマルチなんか決められないです。私は一緒です。決められないです。私今ハムスターです。私はね、神社の鳥居です。VSCO っていう、いまだに読み方がわからないんですけど、加工アプリです。私も VSCO はもうほぼ毎日使います。加工アプリ、ビスコっていうかな。キャセリーニ、うん、キャセリーニ。私も色違い、猫ちゃんと色違いです。スイッチ、私もスイッチ、動物の森です。欲しいです、うん、晴れの日は外出て喫茶店に行きます。雨の日は家でぼーっとして過ごします。うん、結構なんか家の中にいますね。セブンイレブン、まあ、じゃあセブンイレブンで。スイトン、え、なんだよ、チョコ。ヨガは絶対します。うん、日記、寝た日は書けないんですけど、まあ基本日記です。一緒で、大阪で今の事務所の社長さんに声をかけてもらったことがきっかけです。はい。串カツ田中、私も串カツ田中、あと鳥貴族。新幹線に一人で乗れたこと、私もそうですね。なんか新幹線に一人で一緒に新幹線乗れたことそんなもうほとんど毎日です。私んちとかちんまる子ちゃんとか毎日見てる時点でまだ子供だなって思います。私もアニメから抜け出せないならまだ子供だなって思います。ハムスターです。私は最近ヨガ筋膜リリースのヨガボールを買ってよかったです。石田ゆり子さんです。石原さとみさんです。肌がツルツルって言われます。私は体が柔らかいことです。一緒になるんですけど、うん、白ごま油が、食料品のね、うん、白ごま油がすごくお肌にいいです。今感覚ピエロさんの PV に出ています。よかったら見てください。こういう普段の絵参りをちょっとでも知れたかなって思います。せーの、それではまたねー。